海入ガンダムってアムロにしてはゴテゴテ盛りすぎてない？に対する反応集をお送りします。俺の考えたアムロはこんな機体設計しない。アムロが乗るって考えるとくどいけど別にええんやないか。パイロットがアムロってのにすごい違和感。ぶっちゃけナイチンゲールもシャアっぽくないデザインの機体だよな。まあ好きだけど。っていうかハイニュは宇宙世紀の機体に見えない。アムロよりキラに合うな。時点でヒーローくらい。ストフリと結構似てるしな。もちろんハイニュの方が先だが。フリーダム出た時にこれハイニュじゃんってよく叩かれなかったな。当時マイナーで助かったかもしれん。ニューはアムロっぽいけど。アムロはあれば何でも使うしゴテゴテでも使う。アムロは基本的に作戦に必要のない装備は外せるようにしてほしいだけ。言うほどゴテゴテではないし、なかったから使わなかっただけであれば使うだろ多分。電波はバズーカさえ渡しとけばなんだろうと喜んで乗るよ。ファンネルがまず不要だからな。できる限り削りたいだろうアムロは。アムロ敵多いからファンネルバリアは助かるんじゃね？なけやなけやで避ければ良いでいけるんだろうが。お前ら自分の中のアムロを神格化しすぎだ。あいつは武器詰めるなら少しでも詰めって言うし、水力は水力比重で考えてバランス取れって言うし、兵器としての信頼性優先にする説はあるがびっくりドッキリメカも嫌いじゃない。アムロは使えるリソース最大限に活用して戦うタイプだからな。装備ぶん投げるまでが勝負よ。デンドロ渡されたら何の感のやっぱ機動性はモビルスーツだよと言いつつ魔改造始めるぞ。フルコーンもガンガン乗り回して、思う存分敵を蹴散らしてくれると思うけど？シンプルイズベストだと考えてるのはどちらかといえばシャアの方。アムロは信頼できる道具を必要なだけ欲しいと考えるタイプで合理的でありさえすれば何でも使う。ニューだって普通にゴテゴテ。パッと見シンプル感あるけど結構いろいろ積んでるよな。実際ゲームで自分の機体にすると捏造モーションが増えてるわけでもないのに結構武装多いなこれとなる機体の代表格。使ってないのは予備サーベルくらいでシールドミサイルもシールドキャノンもしっかり撃中で活用してる。ニューガンダムって本体もサイコフレーム積んでてムバフレでガチガチに骨組みか頑丈で長期戦も考えてる凝りに凝った機体だしな。外付け装備が派手に見えるけど本体もかなりゴテゴテ仕様だよ。デカ武装の数に関してはニューとハイニューに違いなんてないしね。できなくなってるのはバズーカの宙返り打ちくらいだし。ファンネルの再チャージができるのは圧倒的に利便性が高まるし追加されたプロペラントタンクによる継戦能力の向上も堅実さを感じさせる。ニューの武装を見ればこの時のアムロがどれだけ火力殲滅力を重視しているかよくわかる。シールドに2種の兵装を積み、ビームライフルとバズーカは同時に喧嘩できるようにレイアウトしてある。極めつきはファンネルで、最大の長所である機動性を落としてでも積んだジェネレーターでビームライフル並みの火力を持たせてる。アムロがシンプルなモビルスーツが好きってどこから来たんだ？無印決戦でもバズーカ2丁のフル装備だしデクシャーでもダブルゼータくれるって言われたら喜んで乗るだろうとしか思えん。ゼータ欲しがってたしな。あんな変形するの欲しがる男はシンプル好きではないだろう。そもそもアムロって自分用の機体を作ってもらえるとか好きな機体を選べる、みたいな立場の人間じゃないからな。基本的にその時使える一番性能の良い機体に乗るしかない。小説版にしたって装甲を集めかつ型にも砲台があるガンキャノンを評価してたはずだし、別にシンプルが好きってわけでもないよな。いろいろな武器使いこなしてたし、むしろ一人で多勢を相手にしなきゃならんこと多かったから、対応力増やしたくなるのも当然というか。多分アムロがビームライフルをバンバン当ててるのを見て命中率がこれだけすごいんだから無駄な武装はいらない。機動力高めてライフルやバズーカだけで良い。と考えた層が一定数いてそれが一人歩きしてるんだと思う。実際のところはとにかく使える武装を積んで撃ちまくる。順次パージするなり投棄するなりして機動力は確保する。的な運用の方が性に合ってるタイプだと思うし、多分フルアーマーユニコーンとか大好きだろうなって。左右ファンネルラックと中央スタビライザーの分だけ背中装備がでっかく見えるだけで武装の構成ほぼニューと同じだしシンメトリな構成だからむしろバランス良さげに見えるくらいだ。アムロは特定の決まった戦い方をするタイプではないしありものでどうにかする戦闘スタイルだよ。サイコフレーム積んでてかつ自分好みに作れるならファンネル積んだりアムロが扱いやすい仕様にするよ。それにメガバスはアクシズ破壊には有効な大砲だからあるなら使うよ。割とその場に応じて戦い方変えるよな。戦い方にアムロらしさなんてあったら、輸送機突っ込ませるなんてしないだろうに。ファンネル使うのもシャアのファンネルに対してって武装だろうしね。使えるなら何でも使うのがアムロだしフィンファンネル自体をアムロが設計したわけではないと思うから。
基礎設計というかコンセプトはアムロが考えて、あとは製造依頼したとこに任せてんじゃないかと思う。でサイコフレームが流れてきたから組み込んで、ついでにファンネルも作ったから乗せとけみたいなノリじゃないかな。チェーンに対してシャーと真っ向勝負することになったら、フィンファンネルで勝てるさとドヤ顔で言ってたし、フィンファンネルのことは気に入ってたっぽいよな。お前ら一体アムロの何を知ってるの？サザビーよりも強い機体をもらえるのなら喜んで乗るだろ？機体重量が重いみたいな理由で拒否するとでも思ってるのか？一人でシャーの軍隊相手するつもりだったんだぜ。そりゃ武装モリモリにするだろ。そういう状況でなかったら軽装にしたかもしれんが。勝手にアムロの性格を決めつけるなよ。富野本人が言ってるならまだしもさ、アムロがゴテゴテしてる機体が嫌いという話を聞いたことがないし、そもそも自分からしたらミュー自体がサザビー以上にゴテゴテしてるように見えるがな。何かアムロを実在する人物や職場の同僚みたいに語る人は何なのか。アムロは使えるものは最大限活用する、で間違いない。決してシンプルを信条としてるわけではないし、信頼性の高いものだけを選び好んでるわけでもない。サイコフレームのような信頼性がわからない新技術も積極的に使うし、ファンネルも徹底的に活用している。必要なものがない場合は代用品ガンダムハンマーやジーブルなどを使いこなすし、ガンダムスカイみたいな思いつきの携帯を実戦でテストする冒険心もある。乗ってる本人は気にしない。アムロはディジェでも文句言わないし、シャアも赤く塗ってや満足するわ。ハイニューは受動が乗ったらしっくりくるかな？アムロが乗って実質活躍してたガンダムって初代とニューだけだから、結局ライフルとバズーカ主体のシンプルなデザインのイメージについたから。マッシブで派手なバックパックのハイニューに難癖つけるやつが出てきてしまうのも仕方ない。左右非対称なのがいいのに対称になって、しかも羽みたいなのがなんとも。ニューのアシンメトリーを先に見てしまうと、いろいろつまらないデザインに見えてしまう。個人的にはどっちかといえばノーマルニューの方が好きだけど、ハイニューのいかにも完成形って感じのフォルムも好きだよ。できれば白黒のカラーリングならもっと良かった。ただ、明確な設定画がないせいかイラスト描く人によってフォルムが結構違うんだよな。武装違いにカラーリング違いになんとか版みたいなのも多く、アニメもないからどれが標準なのかよくわからない。これはゲームでよく出る方のハイパーメガバズーカランチャー。こちらはコミックス用に起こされたハイパーメガバズーカランチャー。急増感強くて好き。ゲームの方も正式装備っぽくて好き。これガンダムじゃなくて戦艦に置いとけばいいね。カミーユ受動クラスが一人ぐらい味方にいたらアムロも安全圏からこれ撃てたかもだ。設定によって完成形だったり、ただの見た目違い同一機体だったりするのややこしいけど好き。最近の立体化だと RG がすごく好き。スパロボアルファガイデンの排入は、ただのビームサーベル攻撃がやたらかっこよかったなぁ。ニューで完成されてた、武装がくどいねん。ナイチンゲールはいいけど、